皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーでは希望あふれるバイブルからのゴスペルメッセージをお届けしてまいります。それではいきましょう。ホープアベニュー。はい、2022年の9月も中頃を過ぎまして、まあいよいよ秋の気配もですね、色濃くあるんではないかなと思います。皆様のお住まいの地域は今日はどんな感じでしょうかね。まあ朝晩の冷え込みなんていうのがね、言葉としては出てくるのも間近かななんていうふうに思っています。まあ、日本には美しい四季がありますね。それゆえに、まあ、勤勉な国民になったなんて言いますね。まあ平均して3ヶ月に一遍季節が変わりますから、着るものも変えなくちゃいけない、食べるものも変わるなんていうことをですね、結構せわしなくやってるもんですから、まあ、このように四季がくっきりとはっきりとある国というのは案外と少ないのかもしれませんね。はい、でバイブルゴスペルはですね、この私たちの人生に本当に役に立つと言いましょうか、勇気づけてくれる言葉を本当にたくさん含んでいます。ぜひバイブルを手に取ってですね、読んでいただいたらいいなと思うんですけれども、今日は一つ有名な言葉をご紹介したいと思います。空の鳥を見なさい、まあ、イエス・キリスト、ジーザス・クライストがこういうことを言いましたね。空の鳥を見なさい、種まきもせず借り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかと、こういうふうにイエス・キリストが言われたということが記録されています。さて、私の家ではですね、文鳥と石製インコというのを飼って、まあ、ペットとしてですね、手乗りなんですけれども、毎日、カゴから出してですね、部屋の中を飛び回って一緒に遊んだりしてるんですけども、こんな小さな鳥、まあ、文鳥なんていうのはですね、1羽で 25g しか体重がないんですけどもね、 25g というのは皆さん、お寿司1貫の重さと同じぐらいでございますね。はい、まあこれちょっと、どうでもいいようなこと言ってますけどもね、こんな小さな鳥 25g しかないんですけれども、この鳥にですね、個性があってですね、まあ実に面白いんですね。で、庭にはスズメが来ますのでね、ちょっとこの飼っているペットの鳥のね、残った餌なんかをちょっと撒いておくとね、遊びに来たりするんですけどもね。で、それをするたびに私思いますね。あ、そうか、スズメのご飯を少し助けたなと。で、なんで、助けたかと言いますとですね、ジーザスは言われました。空の鳥を見なさい、種まきもせず借り入れもせず蔵に納めることもしません、でも天の父がこれを養ってくださってると。まあ実際スズメさんを見るとですね、せわしなく飛んでますけれども、彼らにとってもですね、餌は死活問題だと思うんですね。秋はまだいいんですけど、真冬になるとね、食べるものも少なくなるんじゃないかなと思うんですよ。で、そんな時ね、私がちょっと自分の飼っている小鳥の餌を余りをちょっと撒いたりするとね、あ、この方法でスズメを養っているのかということを思うこともあります。まあ、そういった意味でどういうことかと言いますと、私たちの人生はこの空の鳥よりもはるかに勝るものなんですけれども、不思議な方法で養われていますということをですね、今日皆さんに申し上げたいなと思いました。もちろん自分で働いて自分で生活してですね、自分で城を築くということができるときはもちろんいいですよね。でもそうでないときも人生あるんではないんでしょうか。また周りに本当にどうしようもなくですね、苦しんでいる人も見かけることがあるんではないでしょうか。そういった方々にですね、私たちが何か心が開いて、あ、何かしてあげたいなと思うときに、行動を移すときにですね、実は神様の養いがその人のもとに来ているんだということもあるんですね。まあ、ですからですね、私たちはもう鳥のように養われています。働いても、もし万が一働けなくなっても養われるのが神様の愛の素晴らしさではないでしょうか。はい、これが今日のホープアベニューでした。また次回お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you and please remember Jesus loves you. Bye bye.